平野翔アンダーラインインスタグラムストーリー。平野翔のサマーソニック2024パフォーマンスにファン熱狂。SNS で感動の声が続々。あの日の興奮をあなたも共有しよう。2024年の夏、平野翔と彼のバンド、ナンバーアンダーラインアイは、サマーソニックという巨大な音楽フェスティバルでその存在感を強烈にアピールしました。このイベントは彼らにとっても、そしてファンにとっても、 忘れられらななないい特別な夏の思い出となりましたサマーソニックは毎年日本で開催される夏の音楽フェスティバルで国内外のアーティストが多数出演し熱狂的なファンであふれ返ります今年のフェスティバルでは特に平野翔のパフォーマンスが話題を呼びました紫の熱狂的なファンは彼がステージに立つたびにその魅力に引き込まれ SNS 上でもその興奮が広がっていきましたサマーソニックは 音楽好きにとっては天国のような場所で、ショーと彼の仲間たちが生み出すエネルギッシュなパフォーマンスは、まさに夏のハイライトとなりました。彼のインスタグラムには、ライブ終了後に感謝の気持ちが込められた投稿がありました。ありがとうございました、スマイルマーク楽しかったです、炎を見に来てくれた方もありがとうございます、スマイルマークまだまだ暑い日が続くと思うんで体調に気をつけて最高の夏にしましょう、というメッセージが投稿され、 ファンの間で大きな反響を呼びました。特に彼の温かい言葉と、ファンへの感謝の気持ちが込められたこのメッセージは、多くの人々にとって心温まるものでした。ファンは昭和サマーソニックで見せたパフォーマンスに対して絶賛の声を寄せており、特に大阪でのライブが印象的だったと多くの人がコメントしています。また、大阪で翔くんに会えて嬉しかった赤いハートはめっちゃかっこよかったし、 楽しすぎたメガハートありがとう赤いハートはいい景色シェアしてくれてありがとう赤いハートはというように彼の魅力的なステージとそこから見える風景に感動したファンが続出しましたショーのパフォーマンスはただ音楽を聴くという体験を超えて観客との心のつながりを感じさせるものでありその一体感が彼のライブを特別なものにしていますこのような特別な体験はファンの人生において大きな意味を持ちます サマーソニックのような大規模なフェスティバルでは、アーティストとファンが一体となり、共に音楽を楽しむ瞬間が生まれます。その瞬間は、日常の喧騒から解放され、音楽に身を委ねることで得られる特別な体験です。ショーが見せたステージは、まさにそのような特別な瞬間を作り出し、多くの人々の心に深く刻まれました。また、ショーのパフォーマンスは、ファンにとってだけでなく、 彼自身にとっても大きな意味を持つものだったに違いありません。ステージに立つこと、それは彼にとって自己表現の一つであり、音楽を通じてファンと繋がる方法でもあります。彼のインスタグラムに投稿されたメッセージからもわかるように、彼はファンとの交流を大切にしており、その感謝の気持ちが伝わってきます。暑い日が続く中、体調に気をつけて、という彼の言葉は、ファンを気遣う優しさが感じられ、 彼がどれだけファンを大切に思っているかがうかがえます。ショーのファンは、彼のステージを通じて感じた感動を SNS で共有し、その熱気はサマーソニックが終わってからも冷めることはありませんでした。彼のパフォーマンスについて、多くのファンが、かっこよすぎて倒れそうになった、熱かったし熱かったよね、たくさん写真ありがとう、オンデマンドで見てました、楽しそうにパフォーマンスしてるの伝わったよなどとコメントしており、その熱狂ぶりが伝わってきます。特に ナンバーアンダーライン愛最高でした。めちゃくちゃ盛り上がってたね。最高の夏をありがとうなど、彼のバンドと共に作り上げたステージがファンに与えた影響の大きさがうかがえます。このように、ショート彼のバンドがサマーソニックで見せたパフォーマンスは、単なる音楽イベントを超えた感動的な体験として、ファンの心に深く刻まれました。そして、その体験は彼のファンにとって、一生忘れられない思い出となったことでしょう。特に 暑い中でのライブという過酷な状況の中で、彼らが全力を尽くしてパフォーマンスを行ったことは、ファンにとっても大きなインパクトを与えました。ショーが見せたステージのパフォーマンス、その一瞬一瞬がファンにとって特別なものとなり、彼らの心に深く響きました。一方で、このような大規模なフェスティバルに参加することは、アーティストにとっても大きな挑戦です。特に、炎天下の中で行われるライブは、 体力的的ににももも精神的にも厳しいものでありアーティスト自身がどれだけの努力を重ねているかがうかがえます。ショーもサマーソニックのような大規模なフェスティバルでのパフォーマンスに向けて、相当な準備を重ねてきたことでしょう。彼のパフォーマンスがこれほどまでに多くのファンに感動を与えたのは、その努力の賜物です。また、ショーがインスタグラムに投稿したメッセージからも、彼のプロフェッショナリズムが感じられます。 彼は、自分自身だけでなく、ファンの健康を気遣い、体調に気をつけるよう呼びかけています。このような姿勢は、彼がアーティストとしてだけでなく、一人の人間としても素晴らしい人物であることを示しています。彼の言葉には、ファンを大切に思う気持ちがあふれており、その優しさがファンにとっては何よりも嬉しいことでしょう。さらに、ショーのファンは、彼のパフォーマンスだけでなく、 彼の人柄にも惹かれていることがわかります。彼の SNS には、多くのファンからの感謝のメッセージや、彼の健康を気遣うコメントが寄せられており、その中には、体調に気をつけてゆっくり休んでね、というような温かい言葉がたくさんあります。昭和、ファンにとってただのアイドルではなく、彼らの心に寄り添う存在であり、その人柄が多くの人々を魅了しています。このようにして、 サマーソニックという特別なイベントを通じて、ショーは再びその存在感を示し、多くの人々に感動を与えました。そして、その感動は彼のファンの心に深く刻まれ、これからも彼の音楽を通じて多くの人々に影響を与え続けることでしょう。彼のパフォーマンスは、ただのエンターテインメントではなく、一つの芸術として、多くの人々の心に響き続けます。また、 このような大規模なフェスティバルに参加することは、アーティストとしての成長にもつながります。昭和、サマーソニックでの経験を通じて、さらに一段と成長したことでしょう。彼がこれからどのような音楽を作り出し、どのようなステージを見せてくれるのか、その未来が楽しみです。そして、彼のファンは、これからも彼を応援し続け、彼と共に新たな音楽の旅を歩んでいくことでしょう。 このようにして、2024年の夏は、平野紫耀と彼のファンにとって特別な時間となりました。サマーソニックでのパフォーマンスは、彼のキャリアにおいても、そしてファンにとっても忘れられない瞬間となり、その記憶はこれからも色あせることなく心に残り続けることでしょう。そして、その感動的なステージは、彼の音楽を愛するすべての人々にとって、これからも特別なものとして語り継がれていくことでしょう。